ゆけプリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。空を飛んでるみたい。僕たちが空を飛ぶっていう火星人の予感、大当たり。いやどうも。でも私たちどこへ行くの？ザンザザンザンブーン、アルチューテレビ花のアナウンサー。今日は空からこんにちは。海底火山のてっぺんにあったネッシー号はその海底火山の爆発によって空高く吹き上げられ、そのままジェット気流によってどん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 飛び続けています。中にはプリンセスプリンプリンとその仲間たちが乗っているはずです。では早速インタビューを。あれ、いないよ。あ、もうずーっと向こう行っちゃった。ああ、もうしょうがないな、これじゃスピードが全然出ないんだから。スイッチを切れ。はいはい。ねえ、飛行機買って。プリンプリンは生きている。そして今空を飛んでいる。一体どこまで飛んでいくんでしょうね。あ、はいはい、こちらダマスクス。黄色い潜水艦に乗っている007変な気分からランカー様に報告。なんだ、早く言え。プリンセスプリンプリンが乗ったネッシー号は海底火山の爆発で空中高く吹き飛ばされ。そんなことはとっくに分かっておる。おやま。だから早く帰っておいで。それがどうも船足が遅くって。どうしてさ、お前が乗ってるのは原子力潜水艦だろ。だったら何しろ客人が多いんでさ。客だと誰だ。ミスター怪人ランカー、小生じゃよ。シャレキマイホームじゃ。ヘボ探偵め。シャレキマイホームの妻にして著名な動物学者ワット博士よ、お立ち会い。まあ、あの女。おいらはしどろ、はい、おいらはモデル、二人合わせてしどろモデル。目障りだ、消えな。この度は私ども一度乗っかってた流氷が溶けてしまって、ああ、もうダメだ、溺れて死ぬという寸前に間一髪007変な気分さんの操縦する黄色い潜水艦に救われましたこと、誠にもってありがたく感謝感激雨おかきでございますですよ。ではこれで客人の紹介を終わりやす。なんてことだ。ねえ、ねえ、波の音がしない？かすかに聞こえる。なんかあのピチャンピチャンピチャンチャプンってね。このネッシー号は長時間空を飛び、そして無事着水したのです。着水？水の上に降りたのですよ。そうそう、滑るようにスーッとな。でもね、ここはどこなの？ちょっと様子を見てくる。本当だ、私たち海の上に浮かんでる。僕たちみんな無事だなんて、これ奇跡と言うべきだ。陸が見えるわ、トントン。ん？双眼鏡は？ああ、ここにある。貸して。うん。もしかしたらここはハンガラトントン？ああ、僕に見せて。うん、はい。
ここはタンガラ村じゃない。じゃあどこなの？ニューヨークだ。ジョン・タカ。何、メリーさん。私たちこうして一緒に散歩するなんて久しぶりね。そうですね。何しろ私は忙しい忙しいセールスマン、いつも世界中を飛び回っているからね。でも今は休暇、ゆっくりできるんでしょ。まあね。ああ、やっぱり故郷はいいな。ミーの故郷ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク。はい、新聞。ニュースペーパーね。誰誰？ん？え？ん？え？ん？何？ジョン・タカ？いや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 、プリンセスプリンプリン一行はネッシー号でニューヨークへ。本日歓迎パレード。ニューヨークの人たちはお祭り騒ぎが好きなのですね。思ってもいなかった、ニューヨークへ来ちゃうなんて。パリで歌った歌ですね。そうよ、パリも素敵だけどニューヨークも素敵。世界中どこの街でも微笑みが待っている。世界中先生、どんな具合なんですか？だいぶ弱っておるようですが、何すぐ元気になるでしょう。足にね、軽い骨折があるほかは異常なし、あとはね。ではお大事に。先生。何ですか？私、プリンプリンです。おう、プリンセスプリンプリン。新聞で読みましたよ。ニューヨークへようこそ。ありがとう。何かね。モンキーはタンガラトントンザルなんでしょうか？何ですと？タンガラトントンザル？誰が言ったんですか？誰がそんなことを？動物学者のワット博士です。ご存知ですか？いや、知っておりますとも。猿の研究では世界一。そのワット博士が言ったんです。モンキーがタンガラトントンザルに違いないって。ふおおお、いやいや、もしね、もしそれが本当なら、モンキー君は貴重な猿ですぞ。生きている化石、生きているミイラ。それどういうことなんですか、先生？いや、タンガラトントンザルというのはですな、もうとっくにその唐の昔に絶滅した猿なのです。それがもしですよ、一匹でも生きているとすれば、佐渡島の時同様に大事にしなければならんのです。変だな。
ワットさんはそんなこと言ってなかったのに。いや、とにかく大事にしなければいけませんよ。大事に、大事に、お大事に。プリンプリン、どうだった？モンキーのこと？うん。思ったより軽いみたい。すぐ良くなるって。あ、それよりね、ボンボン、ちょっと待って。君に会わせたい人がいるんだ。誰？ジョン・ターカーさん。ハローエブリバディ、プリンセス、ウェルカム、プリンプリン。どうしてここに？おう、ニューヨーク、私の故郷。そっか、メリーさんも一緒に来たんだ。メリーさん？イエス、ミーのワイフ、奥さん、おかみさん、女房。どこ？うん、今ね、おさげと火星人とトントンを連れて一足先に行ったんだ。そうです、ミーのアパートへね。プリンプリン、あなたもどうぞ。モンキーも、それからユーもね。ボンボン。はいはい、こちらダマスクセ。こちら黄色い潜水艦の007変な気分。いや、この人がどうしてもランカー様に一言おっしゃりてえというもんで。小生じゃよ、ミスター怪人ランカー。また出てきおったか、ヘボ探偵。あんたは猿が嫌いだ。ゴリラなんか大嫌いだ。いやいや、ゴリラの形をした飛行船など見るのも嫌だった。そうじゃろうが。だからなんだというのだ。そのゴリラ型飛行船を消し去るために、あんたはミサイルの発射命令を出した。そうじゃろうが。それがどうした？ミサイルはゴリラ型飛行船を突き抜けて、プリンプリンが乗っ取ったネシー号の至近距離で爆発した。まあ、それを思うと冷や汗が出る。もう少しでプリンプリンはあの世へ行ってしまうところだったわ。ミサイルとは、いやいや、ミサイルに限らず武器というものはそういうものなのよ。自分を守ろうと思うて使っても、かえって自分の大事なものを失ってしまう。それが武器なのよ。お分かりか？それがあんたが世界中にばらまいている武器というものの正体なのよ。007変な気分。えい、その生意気なヘボ探偵を黄色い潜水艦から放り出せ。他の奴らもだ。え、合点承知でござんすよ。くも、余計なお世話だ、ヘボ探偵め。プリンセス、どうぞこの部屋自由に使ってプリーズよ。わー、いい景色。はい、向こうに見えますのが国連本部。国連？ Yes、 国際連合。ああ、世界中の国々の代表者がミーティング、お話ししたり相談したり議論したり。電話よ、テレフォン。どこから？国連本部。ぎっ、ミーに？オーノー、プリンセスプリンプリンによ。私に国連本部から電話ですって。一体何だろう。007変な気分さんの操縦する黄色い潜水艦に救われましたこと、誠にもってありがたく、感謝感激、雨おかきでございますですよ。ではこれで客人の紹介を終わりやす。なんてことだ。ねえ、ねえ、波の音がしない？かすかに聞こえる。なんかあのピチャンピチャンピチャンチャプンってね。このネシー号は長時間空を飛び、そして無事着水したのです。着水？
水の上に降りたのですよ。そうそう、滑るようにスーッとな。でもね、ここはどこなの？ちょっと様子を見てくる。本当だ、私たち海の上に浮かんでる。僕たちみんな無事だなんて、これ奇跡と言うべきだ。陸が見えるわ、トントン。ん？双眼鏡は？ああ、ここにある。貸して。うん。もしかしたらここはパンガラトントン？あ、僕に見せて。うん、はい。違う、ここはパンガラトントンじゃない。じゃあどこなの？ニューヨークだ。パリで歌った歌ですね。そうよ、パリも素敵だけどニューヨークも素敵。世界中どこの街でも微笑みが待っている。世界中先生、どんな具合なんですか？だいぶ弱っておるようですが、何すぐ元気になるでしょう。足にね、軽い骨折があるほかは異常なし。あとはねではお大事に。先生。何ですか？私プリンプリンです。おう、プリンセスプリンプリン。新聞で読みましたよ。ニューヨークへようこそ。ありがとう。何かね。モンキーはタンガラトントンザルなんでしょうか？何ですと？爆発によって空高く吹き上げられ、そのままジェット気流によってどん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 飛び続けています。中にはプリンセスプリンプリンとその仲間たちが乗っているはずです。では早速インタビューを。あれ、いないよ。あ、もうずっと向こう行っちゃった。もうしょうがないな、これじゃスピードが全然出ないんだから。スイッチを切れ。はいはい。ねえ、飛行機買って買って。プリンプリンは生きている。そして今空を飛んでいる。一体どこまで飛んでいくんでしょうね。ああ、はいはい、こちらダマスクス。黄色い潜水艦に乗っている007変な気分からランカー様に報告。なんだ、早く言え。プリンセスプリンプリンが乗ったネッシー号は海底火山の爆発で空中高く吹き飛ばされ。そんなことはとっくに分かっておる。おやま。だから早く帰っておいで。それがどうも船足が遅くって。どうしてさ、お前が乗ってるのは原子力潜水艦だろ。だったら何しろ客人が多いんでさ。客だと？誰だ？ミスター怪人ランカー、小生じゃよ、シャーレックマイホームじゃ。ヘボ探偵め。シャーレックマイホームの妻にして著名な動物学者、ワット博士よ、お立ち会い。まあ、あの女。おいらはシドロ。はい、おいらはモデロ。二人合わせてシドロモデロ。目障りだ。消えな。この度は私ども一度乗っかってた流氷が溶けてしまって、もうダメだ、溺れて死ん。
なことがあっていいのだろうか。俺たち本当に空を飛んでるみたい。僕たちが空を飛ぶっていう火星人の予感、大当たり。いやどうも。でも私たちどこへ行くの？ザンザザンザンブーン、アルチューテレビ花のアナウンサー。今日は空からこんにちは。海底火山のてっぺんにあったメッシー号はその海底火山。ラララランダラ、ジョン、タカ。何、メリーさん。私たちこうして一緒に散歩するなんて久しぶりね。そうですね。何しろ私は忙しい忙しいセールスマン、いつも世界中を飛び回っているからね。でも今は休暇、ゆっくりできるんでしょ。まあね。ああやっぱり故郷はいいな。ミーの故郷ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク。はい、新聞。ニュースペーパーね。誰誰、ん、え、ん、何、ジョン・タカ。いや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 、プリンセスプリンプリン一行はネッシー号でニューヨークへ、本日歓迎パレード。いや気分がいいな。お酒、まるで優勝したお相撲さんみたい。ニューヨークの人たちはお祭り騒ぎが好きなのですね。思ってもいなかった、ニューヨークへ来ちゃうなんて。